カメルーン山は、カメルーンの活火山である。カメルーン山には、呼び名が、複数存在し、二つの頂の名前から取った、ファコ、偉大な山の意味のモンゴマンデミの名でも呼ばれる。カメルーン火山列に位置し、1986年の、災害で知られるニオスコはこの山の北北東約3 0 0トルにある。最近は2012年2月3日に噴火している。カメルーン山は、 アフリカ大陸で最も大きい火山の一つである。標高は4095メートルで、カメルーンの西海岸の北に位置している。海岸から吹き上げた、冷たくて強く雪も含むこともある風が、熱帯雨林を通って、剥き出しの山頂に吹き上げている。カメルーン山を作る岩石は、玄武岩室で、地質学的に白亜紀から第四期の堆積物が、被さる先カンブリア時代の基板岩の上に、 形成されており、西アフリカにおいて最も頻繁に噴火する。記録に残っている最古の火山活動は、紀元前5世紀に起こったもので、カルタゴの海洋探検家ハノが観測したものである。歴史的には、穏やかな噴火と激しい噴火は、山頂からも山腹からも発生している。1922年の南西面での噴火においては、発生した溶岩流が、 大西洋にまで達している。また、1999年の南面での噴火の時も、海からわずか200メートルのところまで溶岩が流れている。山頂まで歩いて登ることができる。年に1回行われるカメルーン山レースは頂上まで4時間半ほどで4時登る。ヨーロッパ人としては、最初の頃に登頂に成功したイギリスの探検家、メアリー・キンズレーは、 1897年に書いた自伝西アフリカ旅行記で自らの遠征について書いている。カメルーン山の高さは一般には4095メートルと考えられているが、SRTM の計測などでは4070メートルという値が出されている。また GPS による測定では4040 40メートルくらいという欠陥が出ている。火山活動によっても高度が変化するため、 正確な高さの測定は難しいと考えられる。ありがとうございます。